はい、今日の一品です。今日は余ったブリの刺身に軽く塩をして全体にまぶしていきます。これを5分から10分置いといて、その間にタレを作っていきます。砂糖が大さじ1に、みりんが大さじ1、酒が大さじ1に、醤油が大さじ1ですね。甘めが好きな方は砂糖の量を調整してみてください。そして水分が出てきたお刺身をきれいに水分を拭き取っていきましょう。生臭い部分が出てきますので、それを全部拭き取って、フライパンにサラダ油を敷いてから焼き目をつけていきます。全体に敷き詰めて、こんな感じで水分がかなり出てきます。一旦軽く焼き目がついたら、別のお皿に取り出していきます。はい、これを取り出して水分を捨ててから、キッチンペーパーなのでフライパンをきれいに拭いてください。このひと手間をしないと生臭みが残ります。次に先ほど作っておいたタレをフライパンに戻し、沸騰させていきます。はい、軽く沸騰してきたら魚の切り身を中に戻していきましょう。はい、あとは照りが出るまでひっくり返しながら焼き目をつけたら完成です。ブリ刺しの照り焼き。お弁当にどうぞ。